はい、始まりました、企業明細チャンネルです。今回は三菱倉庫の下請けで働かれる方の給与明細書をいただきました。この方の就業形態は正社員です。勤務年数は1年4ヶ月です。仕事内容は三菱倉庫の下請け業を行う会社であり、取扱品は缶詰、ワイン、洋酒などの商品からイベント用のテントやパラソルなどの商品もあります。缶詰やワイン、洋酒については目視による検品や打検による検品、ラベルやシールなどの貼り付け作業を行い、パレット済みにしてフォークリフトによる荷役を行います。イベントで使用したテントやパラソルなどは広げて洗ってから収納し、フォークリフトで運んで格納する仕事です。仕事に必要な資格やスキルです。現場には手作業だけで行う従業員もいますが、フォークリフトによる運搬もしないといけないので、フォークリフト免許は必須となってくるようです。ワインなどは瓶の商品になるので、フォークリフトによる実務経験もある程度必要になります。使用するリフトはリーチフォークリフトとカウンターフォークリフトで、両方乗りこなす必要があるそうです。月の勤務時間や残業時間です。月の勤務時間が140時間から150時間。あれですね、1日の出勤の労働時間が7時間くらいになるそうです。で、月の残業時間が10時間から20時間となっています。なんか日給月給なようで、まあ、出たら出た分もらえるんですけど、出ない日とかがあったら全然お給料はないそうです。で、収入なんですけど、まあ後で給与明細見せるんですけど、日給月給なんで、まあ出勤日によってばらつきがあって、年収は200万円ほどで、ボーナスは夏と冬に1回ずつで年2回1万円かける2で、ボーナスは年間2万円だそうです。次に給与明細を紹介していきます。はい、給与明細の紹介です。出勤日数が19日で、出勤時間が133時間、残業時間が19時間、深夜残業時間が30分となっています。基本給が14万6300円で、技能手当が3000円。通勤手当が1万200円、残業手当が2万6950円となっています。次に控除です。控除は保険、年金、雇用保険、所得税、住民税など、控除合計で3万2248円、総支給が18万6450円なので、差し引き支給額が15万4202円となっています。結構三菱倉庫って、三菱ってつくだけに大企業だと思うんですが、やっぱ下請けは辛いものがありますね。ボーナスも年に2回で、各1万ずつの2万円しかもらえないですし、日給月給なので、まあ、風邪ひいて休んだりしたらもっと給料が下がるっていうことですね。今回はこれで以上になります。チャンネル登録よろしくお願いします。